本気で説得せないと、ね、納得いくように。ほんでもし一つは本人だけじゃなくて周りにも根回しないです、ね、うん、おずつチャンネルにいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、最近後ろのですね背景をいろいろ変えてるんですが、まあ、皆さんどの背景が好きでしょうか。まあ、よろしければコメント欄にいろいろ書きください。ちなみに後ろのは背景ではなく本当の本なんで、この中で取り上げてほしい本などがありましたら、まあ、教えてくれるとありがたいです。はい、よろしくお願いします。さて今日は何をしていただけるのでしょうか。片桐勝元についてちょっとやろうか。ああ、静ヶ岳七本槍と言われている。そう、この前照明寺、あれ方向寺の大仏の鐘、妖精亭の話しましたね。あの時にね、ええ、うん、ちょっとしたけど、そうやす片桐勝元と思って、ええ、片桐勝元というのはもともと浅井の家内なんよね。そうですね。で、浅井が失職したもんで、うん、秀吉にあれしたんですね。で、秀吉に召し抱えられて、ええ、それで七本槍で結構活躍しましたね。上がって実はあれ、八本槍で一人亡くなったらしいです。うん、秀吉の家来になって、ええ、で、まあそんなんで、まあ秀吉にしたら、ええ、あの自分とまあタイプの違う人間よな、あの どっちかの知的な人間よな。知的で強いって感じですね。七本槍ぐらいは。それからまあ非常に気に入ったんやと思う。ほうほう。それで秀頼ができた時に、ええ、森役を言うてんねんな。森役ですか。それすごいですね。うん。それからそいかに信頼してるかということや、うん、秀頼そのものの貢献としては一応森役っていう名前でも、うん、全然あの格の違うのがあの前田や、ね、それは前田さんはね、うん、これは自分 の子供の時からの親友やからね、まあ、それは人情ですからね。それに頼んでるわけや。もっと身の回りのことっていうか、うん、そういうことはとにかく片桐勝元に頼むというような格好で送り込んでね、あの前よりはじいやみたいなもんなんですかね。そうですな。うん、だからだけどいかにその秀吉が信頼してるかということはね、とにかくね秀吉は子供がいないから家臣を大勢雇ってましたね、うん、これはまあ片桐勝元を言うと明治時代に坪内逍遥って坪内逍遥っていう、お坪内逍遥、ね、これが桐一葉っていう歌舞伎 の、まあ、あの新作もんをこしらえてるんやろな。ほう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 。でこの芝居がかなり当たって、おそれで片桐勝元っていう人はあのものすごい、まあ、あの道場を買うわけやけどな、皆に。でも旗から見たら裏切り者ですよね、この人。うん、でまあこれ桐一葉っていうのは結局桐一葉を地底天下の秋を知る言うて、ええ、桐っていうのは豊臣の門。ああ桐の門ね。だ、うん、からその桐が一葉残ってそれが落ちるということで天下が徳川に移るっていうところを表してるわけで、ほうほう、それは桐一葉っていう題なんよね。へえ、うん、でそれ以外に僕らは子供の頃は、まあ、僕なんかは給食の世代なんやけども、給食があの小学校あったけど中学ないから。ないですね。と中学になったらまあみんな弁当持っていくんや、ええ、弁当です。うん、だけどうちも最初の頃ちょっと弁当持って行ったりしてたけど、ええ、家がもう非常にあの中学のすぐそばやったんで、ええ、もう 2,3 分で帰れるっていうところにあったから、ええ、だからほとんどもう昼休み家帰ってたんですね。ほんな帰ってると帰ってあのラジオ聞くと NHK がちょうどその自分難波戦記って言ってね、難波戦記、難波戦記っていうのはあの要するに大阪ですね、うん、夏の陣冬の陣の秀吉の時世の句でもありましたね、難波のなんちゃらって、うん、それからそれをあの極道南陵という講談師が講談でやってる、ええ、極道南陵っていう人はもうほとんどその難波戦記一本やりで他の講談聞いたことないんやな。つまりそれだけが売りという人ですね、うん、ほんでまたそれがもう非常に人気やったからね、うん、NHK なんかでね毎日毎日ね連続でね、うん、まあ、15分ぐらいやったと思うけども、うんうんうん、やるわけや。ほうほうほう。延々と長いからな、難波戦記そのものが、そういうなんで僕ら育ってるからやっぱりなんとなくその秀吉びいき、たぬき、ほんで家康のことは必ず家康っていう名前の前にたぬき親父家康というふうに、それがね悪いイメージですね。ね、でもまあたぬき親父って言われてるうちはいいじゃないですか、うん、今なんか脱粉って言われてますよ、家康かわいそうに、それからたぬき親父っていう、うん、イメージはね、うん、ものすごく僕らには残ってるし、うん、大阪人はみんなそれで余計そのこの講談やらでもね余計あの秀吉びいき、うん、家康嫌いっていうのがね、うん、もう普通になったわけはな。そして明治政府の意向やったかもしれない、うんうん、そう、あ、それはあるかもしれんね、うんうん、大阪方へ大阪のその森役をしている時に、うん、まあついには前田年長も年家ですね、年家も、うん、死んでしまうし、うん、
っていうことで、もう世の中がもう全体がもう家康の方の天下に傾いてるわけやん。そうですね。片桐勝元にしたら、うん、もうそういう行政はもうしょうがないと。もう読めてるんですよ、この人は。うん、ほっと、あとはその、いかにちゃんとその豊臣家を安堵さすかやね。まあ家康の庇護でね。庇護でね、うんうん。っていうのに心を配ってるわけやけども、うん、それからで途中で家康は片桐勝元に大阪城の中の財政を方を申し付けるわけやな。あ、そういうのももうその家康がそんだけ力を振るうてるわけやから、うん、でそれはあの片桐勝元にしたらまあその森役だけと違ってそういう役ももう立ちるので、うん、ありがたいから恩もあるわけやから徳川家にね、うんうん、でまあいろいろと豊臣のいろんな内情なんかはまあスパイではないけどもいろいろ報告もちゃんとするし、うん、っていうことでまあ家康もごつ気に入ってるわけやわな。まあ大阪方からすればスパイですわ、うん、だけども大阪そういう状況やから大阪の他の家臣はみんなあの家来はみんな片桐勝元はもう家康側についたような感じがしてるわけや。ええ、そうですね、うん、家康にまついてると思われてるわけや。まあそう思われてもさらに面もあります。だからそういう批判がものすごいあるっていうことはもうあの家臣その片桐勝元の家臣やらも分かってるからね。で本人も洞察力があるから、うん、それから家臣なんかはねその自分らのその日記というかあのそういう文書の中にねあの自分の主君は、うん、その決してその家康にあれしてるんではなくいろいろ考えてやってるんやっていうことをまあ書いてるぐらいやけどもわざわざそういうようなこと書かんならんちゅうのはもういかにもね、うん、そういう状況やわね。でまあいろいろ徳川からもいろんなこと言うてくるわけやんか。無理難題ですか、うん、無理難題だけど、まあ、まあ一番の難題は例えば淀君をあの人質に江戸へ出せとかね。まあそれは正明寺の正明寺事件ですね、うん、あるわねそういうこと、ね、正明寺事件か。とにかくそのそういういろんな難題の時にことごとくその要処理せえへんわけや片桐勝元は。結構優柔不断なとこがあったとね。あの押し切られるみたいな格好で、うん、それからものすごく不信を淀君も秀頼も抱いてると。下手すると徳川方も不信を抱いてそうですね、うんうん、ほんであのまあそういう財政方なんかも命ぜられてるから、うん、ええ、またあの家康はとにかく何かで揉めた時には何と言っても秀吉の残してるお金があるわけや。その、うん、金がね、うん、それがものすごいあの大阪城にあるわけやから、ええ、それをまともに使って戦争されたら、うん、少々のことでは苦しいと。それはだから何とかあれを使わさないかんと。そうですな。いうこと でまずはその秀吉のねあの菩提を弔うために宝光寺の造営とそれから大仏殿をこしらえるという。まあ、あの奈良とか鎌倉ほど起きないけども、うん、大仏殿をこしらえるとかね、それから鐘をあの作るとかね、まあいろんなとにかくそういうことをあのした方がええよというアドバイスをする。でそれに対しては秀頼もあの淀君も冥福を祈らないかんからと思うから、あの派手に鐘使うわけやん。でその勢いで淀君なんかもとにかくあっちこっちに冥福を祈るお寺やら神社やらを建てるわけやな、でそれは家康にとってはしめしめと目そえんでるわけや、うんうん、そうでしょう、ね、うん、でそういう状況は一区一その家康の方へ報告が行くし、まあ喜んでるわけやな。そういうな状況やからそれはまあ不信を招くのも当然、仕方がないですね、当然やわね、ええ、でまあいろいろとその秀頼も淀君も文句言うわけやから、ええ、それに対しての愚痴をね木村長門の神重成っていう、あ、木村重成ね、あなんか 仲良しやから、うん、それに愚痴ったりするわけやな。いろいろなで徳川家と豊臣家の板挟みやから、うんうん、ほんで交渉を言うと必ずほんであの片桐勝元がその役になるからね。まあそれは胃が痛そうですね。あのそやからしょうがないよ。ほんで片桐勝元なんか淀君やら秀頼の命を受けてあの江戸へ行ったら10日も20日も会うてくれへんとかね、待たされてね、うん、
散々待たされた挙句に返事もらわんと帰ってくると。ね、別の豊臣方の別のお姉さん、うん、おばさんが会ってたりね、うん。そうそうそう。それからそういうなんで、うん、ほんまにちゃんとやっとんのかいなというのは当然あるわな。これはやっぱり家康の罹患策ですかね、うん。そう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 、それはね。それからそういうなんで、だん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 と不信を招く。うん、でそのうちその冬の陣がさっきやな、冬の陣、ね、の後あと一応講和を結んだ時には、ね、初めからこの挑発する気がある。で大体あの家康は初めから豊臣全部潰してしまうとは思ってないわけです ね。そうですね。ところがあの秀忠に位を譲って大御所になって駿府へ戻った時にあの秀頼にお祝いに来いと、ええ、江戸へね、大将軍になったんやから、ええっていう、ほっとそれに対してはもうあの淀君も秀頼もまだ家臣や思ってるからね、ええ、家康がね、家康がね、うん、だからとんでもないということで反発するわけです。これでバカみたいに言っときゃ助かってほしいですね。それからとりあえずね、うん、それは行きゃええんで、そういうなところをその上手に説得したらええんやけども、とにかく片桐勝元はなんか全然そういう説得は何にも試みてないみたいな感じやな。ああ、なるほど。淀君に対しても、うん、もしくはうまくできなかったってこと、うん、とにかくもう世の中の情勢がこんだけ違うんやということをあの認識させないかんわけや。でですね、あと、うん、大阪方で女社会なんで結構基本的に、うん、そういう理解されにくかったかもしれない。まあね、でとにかくそのヒステリックやろし、うん、もう、かなわんなあちゃなもんやろな、うん、それからそういう格好でやってるもんやから、どん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 悪い情勢になるわね。特にね、片桐勝元は居場所がなくなってきますね、うんうん。まあ、あのだん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 家康はいろんな要求を突きつけてくるわけやん、その、あの挨拶に来いとかいうのもあるし、それからできたら淀君を人質に持ってこれんかとかね、うん、まあそれは証明寺の件ですね、うん、そういうようなことはもうとにかくもう淀君なんか絶対承服できへん、ね、そうしないでしょうよ秀頼もね、うんうん、まあ、秀頼の方が強固やったむしろそうらしいですね、話らしいけどね、淀君からしたら自分の子供の命が大切ですから、うんうん、でまあ一応そのあそこもあの江戸へは挨拶に来い言うても来いひんから、うん、結局秀吉がいや家康があの京都まで出てきて二条城で会ったんですね。で秀頼と対面ということで、それにはさすがに出て行ったわけや、加藤清正が一緒にいたという、うん、ほんでこの時に、うん、もう家康は秀頼しばらくぶりに見てびっくりしたわけや。ものすごい成長ぶり、2メートルぐらい身長あるんですね、うん、まあ、6尺以上あったというから、うん、1メーター90ぐらいあったんちゃうか、ね、そんな大男見たらやばいなと、うん、でこれ長々揺らんしてね、うん、あこれはなんか秀吉の子ほんまに子供かいなっちゃうぐらい、うんうん、あのすごいわけでしょ。まあ浅井の血があったんでしょう、うん、まあそうでしょうね、うん、それからあのびっくりして、これはあのとても秀忠ではあの勝負にならんなと。ああ、うん、それから公務員の父親ですね、うん、今のうちにこら潰さないかんという決心が固まって、うん、ええ、それで余計その挑発するわけやな。なるほど、だから激しくなりだすわけですか、うん、それから冬の陣の後なんか講和の条件に内堀は埋めるということにした時に、外堀は埋めるということにした時に、うん、その勢いでバーッと妊婦にあの内堀も目指したんだ。どさくさに負けてね。ほんで、あ、ごめんってなもんですよね。そうですね。それはちょっと管理不行き届きやったぐらいな謝りをしかしてない。それでさらに怒らせたわけですね。そうそうそう。これはまあ怒らすためのあれ、ね。まだですよ、こんなのどう見ても。うん、だからもうしょうがない決戦になるわね、夏の陣の、ね。結局、証明事件の原因も家康が結構嫌がらせをしたんで、うん、そういう大阪方がこういう証明をしたんじゃないかって話です。うん、で、結局もうなあの夏の陣になったらね、ええ、もう片桐勝元もね、うん、これはもう豊臣についてるのはちょっと面白ないなと、ええ、もういかにもまああのその仲間からは皆ね、うん、なんていうのもうだから冬の陣は一旦逃げたんですけど、うん、まあ、夏の陣になったらもう倒すについてるみたいな、そうそう、それから秀忠軍のあれで先鋒かなんかで行ってるよね、そうそうそう、倒すつもりとは言いつつ、うん、命だけお助けくださいという立場だったんでしょうか、うん、ほんでまあ大阪城があの本丸を秀頼と淀君が逃げる時も、うん、大阪城に火やって矢に火のついた、はい、これをあの放ったんが、うん、大体その淀君の前へ落ちたんかなんかで、それでもういよいよその本丸を引き払ったっていうくらい、おうおうおう、それから片桐勝元はなかなかそう言ってあの
活躍はしてるわけ。大阪の神社ですか？うん、堂々とやってる。で、あの秀忠の、あの援軍をやる時でも、家臣には、とにかく徹底して戦えと。だ、うん、けどこの戦いは、あの決して恩賞は一つも当たらんぞと。あのもうとにかくあの無駄か知らんけどもとにかく戦ってくれみたいな。でも王朝は結構持てますよね。まあね、結局結果的にはね、うん、だけどもこれなんていうか、そのそういう目当てでやってるんではないというポーズもあったんかもしれんし、ね、ポーズか本気かちょっとしんどいところですね。うん、だけどもまあ家臣にはそう言うたっていうわね。ああ、なるほど。うん、それで落城したらね、落城したでね、今度は家康をその城の中へ案内する役を片桐勝元がやってんねんな。お、うん、ほんで私はそのもうここは隅々までよう知ってるから、うん、っていうことで案内して、その時に案内する前に、うん、もういらんものは皆目障りなようなものはその前にあの焼き払ってちゃんとやってますっていうようなとこをね、うん、報告したりしてね。それ見たら完全に裏切り者ですよね。うん、それで案内してる、うん、それただ除名は嘆願してるわけ。来てますよね。うん、だけどそれはもうポーズかな。もう全然ね、あの、うん、いや、あの家康はそんなもん、うん、聞く耳持たへんわな、うん、もうその潰す気でもんやから。秀忠もそんな感じですね。うん、だからそういう格好で終わってしまったわけやけどね。なるほど、うん、やっぱね、そんなことしてたらストレスがたまりますわね、うん、人間。うん、だけどあのまああのあとも大久保長官やらとともにそのいろいろね大きい役もろたりしてるわけよね。ただ片桐勝元は1615年に亡くなるんで、すぐね、うん、結構すぐ死んでるんで自殺説があるぐらいですね。あ、まあ多分ね、この話聞いてると、うん、そういう過労死じゃないかと思うんですよね。うん、なんかそういう、ね、それはストレスは二大勢力から囲まれて大きいと思いますよ。二大勢力から囲まれて、うん、あの豊臣方と徳川家両方捕まれて、しまいには自分どっちからも裏切ろうと言われかねないですから、うんうん、だからあのキリスト派の芝居でみんな同情こうたけども、うんうん、基本的にはやっぱりね説得力に欠けるというか、その決断力もないですね。うん、もうとにかく徳川 あの天下になるのはもう絶対間違いないんやから、それそのことをね、うん、もういかに世の中の情勢が変わってるかということをね、本気で説得せなあかんのな。で納得いくように、ほんでもう一つは本人だけじゃなくて周りにも根回しないといけない。うん、そう周りにもな。それができなかったのがこの人の残念なところですね。そうですね。まあ、それから片桐勝元というのはこうそういう感じの人やなと。なるほど。まあ、基本的に悲劇の人として扱われるこの片桐さんですけど、うん、やっぱね、こういろんな何大きな人、二大勢力が囲まれるとほんま辛いですね、人間って。それはね。やっぱ、うん。こういう戦国時代もね、こういう二つの大きな勢力に囲まれて苦しんでる人いっぱいいたんですよ。うん、例えば、なんです、小勢力、大勢力に囲まれた小勢力。うん、あの例えば松平家とか昔だったら。うん、今川と織田に囲まれた昔のね、うん、のね、そういうね、うん、苦労っていうのは大変だったもんじゃないでしょうか。うんうん、まあ、それからそういうなんでは、うん、世の中は見通せてたんやけどもちゃんとその対応できてないっていうことやな。まあ、使いこなせがなかったわけですね。うん、まあ、後世の世ではまあ同情される人物ですけど、うん、悪い面も結構多い人物です ね、 ですね。皆さんはいかが思われましたでしょうか。うん、まあ、皆さんもこういう話社会人だと結構あるんじゃないでしょうか。まあ、いろんな社会人のエピソードがありましたらいろいろお書きくださいませ。皆様、はい、見てくれてありがとうございました。バイバイ。